えらいね、バブちゃんね、ご飯見たら逃げてたのに。そうしよう、バブちゃんさ、なんか急に食べたくなっちゃったからさ。ね、ママ嬉しいよ。ママのご飯を食べてくれるのは。あとはトンちゃんだね。トン氏はさ、お鼻大丈夫になったのにさ、自分でご飯食べないよね。ねえ。そこも解決しないとね。という嬉しいお話でした。パクパク音立てて食べてくれてるよ。おちおち。もうほぼ食べれそうだね。自分でご飯食べるの美味しいでしょう。ねえ、ママにスプーンで無理やり口に次から次へと運ばれるより。ね。ああ、美味しい。パピちゃん頑張った。あとちょっと真ん中寄せてあげようか。ウィー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 、ごめん。ボン、左手だと唐突になっちゃう。はい。集めたよ。はい。食べて。ついでに言うとバンビなんですけど、一応一通りの検査をしたら、ちょっと左目の瞳がね、急にこの1ヶ月で白くなったなっていうのは私も思っていて、先生にもやっぱり気づかれました。まあ、これはしょうがないかなっていう話をしているので、まあ、一応これ以上進行しないようにビタミンとかをなるべく取らせたりしようかな。それから、心臓については雑音とかを感じないということだったので、心臓のトラブルはまだとりあえずなさそうです。で、お目々も完全に見えないことではなくて、近いものしか見えない。ちょっと遠くになるとすりガラスを通して見るような感じ、ぼんやり見えるような感じで、近くに行ったらはっきり見えるような、超近視の人みたいな感じになっているみたいですね。これは年を取ってくるとみんなそうなるみたいなので、これもまあしょうがないね。ちなみにマロンママなんですけど、ほぼこの年にしてそんなに老眼がなく、お目々のトラブルは目が痛くなる、白目が急に充血する、あの病気以外は全然問題がないです。そんな余計な話はいいとして、バビちゃんがいっぱい食べてくれてとっても嬉しい日になりました。